無人タクシー、バス、日本企業相次ぎ参入ということで、ライドシェアがどうのこうのとか言ってるうちにね、無人バス、無人タクシーですよ。もうレベル4、5G、人手不足解消へと。結局ね、人手不足でタクシーの運転手のなり手がいませんよと。ライドシェア解禁って言ってますけども、いや、もう来ますよ、これ本当に自動運転。ちょっと読んできますね。自動運転技術を使った移動サービスへの日本企業の参入が相次いでいる。背景には一定の条件下でのシステムが全ての操作を行うレベル4相当の技術開発が視野に入り、通信分野でも 5G のインフラ環境が整ったことがある。深刻な人手不足が新しいサービスへの期待を押し上げており、政府の制度整備を動き出したということですね。収益性は十分、可能性は無限大。10月19日、無人タクシー事業を令和8年初頭に東京都心部で始めると発表したホンダ。令和8年って3年後ですからね。22世紀の話してんじゃないですよ。3年後ですからね。3年後、都心で無人タクシー事業をホンダが始める。3年後ですよ。ライドシェアが始まったらタクシー運転手どうすんだとか言ってるうちに、もう3年後無人タクシー走るんですよ。社長は新サービスの将来性の大きさをこう強調した。同社と GM、その子会社 GM クルーズホールディングスの3社は運転席のない6人乗り車両を共同開発した。自動運転をめぐっては自動ブレーキや高速道路で前の車を追従する技術などを経て移動サービスを実現できるレベル4が手の届くところまで来た。また、遠隔制御のため 5G システムなどの通信技術も重要な要素。通信各社にとっては 6G を含む次世代通信インフラの先進性をアピールする好機になる。ソフトバンクは平成28年、自動運転サービスを開発提供する子会社を設立。フランスのメーカーの車両を使った実験を重ね、茨城県境町などでレベル2の自動運転バスを運行する。今月22日、レベル4対応車両の実験を福岡市で始めた。KDDI は主に自動運転で必要となる通信サービスの提供に取り組む。東京西新宿や、岩手県陸前高田市でスタートアップなどと連携し実証実験をしている。一方、 NTT は今月7日、アメリカ新興企業メイモビリティに出資し、同社のシステムをトヨタ自動車などの自動運転車両に搭載する形で自治体向けにサービスを提供すると発表。自動運転事業の子会社を新たに立ち上げることも検討。政府は4月に、改正道交法を施行し、公道でのレベル4を解禁。今月22日に開いたデジタル行政改革会議の第2回会合では、自動運転の法的課題を議論する検討会の設置を決めたということですよ。ついに来ましたね。なんか自動運転というとね、遠い話かなと思いきや、3年後都心でスタートですからね。まだ乗りたくないなっていう書き込みもありますけどもね。ハッキングされるかもしれませんよ。私乗った瞬間ね、中国が察知していきなり暴走とかね。怖いですね。一番いいのはローテクの車が一番いいですから、もう EV ってやめてほしいですよね。もう EV はポケモンだけにしてくれといつも言ってますけども、いや乗りたくないですよ。だって環境にも悪いし、 EV なんてね、ガソリン車ディーゼル車の方がよほどいいわけですから、ローテクがいいのよ。自分が乗る車はローテクがいいかなと。またローテクの車って今後買えなくなるらしいですからね。なのでちょっと困ってます。 EV に未来はない、本当にそう思いますよ。というわけで、意外とすぐそばまで来てるということでございます。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。